セブンイレブンサタデースペシャルゴッドアフタヌーン。アッコのいい加減に旋回。皆さんこんにちは、ご機嫌いかがですか。和田アキ子です。こんにちは、日本放送柿原忠史です。いよいよもう3月も半ばになりましたね。なりましたね。なんか今日なんかちょっと暖かくないですか。そうですね、ね、もうすでに10度超えてます、はい、予想最高気温でもそんなにこれから上がるわけじゃないと思うんです。どうなんだろう、今日私が見てるって別にテレビ局とかラジオ局に引いてるわけじゃないけど、雨予想だったはずなんだ。そうですね、今日でも予報変わりましてですね、はい、まあ傘マーク取れましたね。はあ、はい、なんかね、曇りのち晴れ。私が見たり聞いたりしてる中では今日は雨が降って、それで明日がお天気になるというのはね、はい、明日なんか私には関係ないんですけど、私はこの生まれ生放送でやるんですけど、うちの役員になった元マネージャーが、はいはい、明日なんか M さん、はい、M がね、明日なんか横浜マラソンってのがあるらしいんですよ。はい、ありますあります、第1回横浜マラソン。そうそうそう、それどうしても走りたいっていうんで、まあ偉いから別にいいんだけど、偉いっていうか職場的にはね、今だから現場ではないから、はいはい、だからどうせ1回目でその走るんならお天気の中走ってほしいなと思って、予報は今日が雨で明日がお天気だったんですけど、でも明日もですね、うん、でも横浜大丈夫そうですね。あ、そう、はい、まあよかったよかった。何はともあれね、今すごいね、テレビ見るともうテレビつければ新幹線映ってます。金沢、はい、北陸新幹線開通、はい、東京金沢間が最短で2時間28分になります。はい、はい、新大阪までとほぼ同じ。なんであんなに宣伝するんですか。もうお寿司、もうね、お寿司からなんか芸者さんから、はい、料亭から温泉から日本一みたいな雰囲気だけど、そうですね、どうしちゃったんだろう。まあ、地元の方にとっては、はい、もう100年に一度あるかないかの、はい、もうお祭りだと。あ、そうなの、ね、はい、劇的にアクセスが変わるんで、はいはい、もう東京からもたくさんの観光客来てくださいと、はい、確かに素敵なとこです、はいはい、もうお寿司屋さんなんてね、週刊誌でも金沢特集とかやってるんですよ。でピックアップしてるお寿司屋さんが全部美味しそうだし、何人いてもまずいとこないんかいみたいなさ。いやいや、どうしたんでしょう。いや、どうしたのというぐらい、100年に1回という、結構長野が焦ってるらしいですね。通り過ぎられてちゃうという、はい、はい、いろいろ難しいんですね。そうなんですよ、ちょっと足を伸ばしてとかね、はい、いや、あれは行きたくなりますよね。なります、なります。はあ、ちなみに今日明日とかはもうホテル一部屋も空きないらしいですけどね。はあ、旅館じゃなくてホテル。あ、もう旅館も、はあ、泊まれるところは全部埋まってるんですね。へえ、それぐらいやっぱ無理だ。やっぱりでも活性化するっていうのはいいことですよね。そうですね、はあ、やっぱコマーシャルっていうのはずっと見てると、この、まあ、悪い言い方するとサブリンになるみたいな、こう見てるとその気になっちゃうんだよね。そうですね、うん、これだけ朝から全ての情報番組、うん、ニュース番組も金沢北陸新幹線ってやってると、大阪と変わらんでしょ。そうです、大阪と変わらんって言えば、なんかこの間リニアモーターカーが あと、5年後かな、名古屋まで2時間、あ、2時間じゃない1時間、はい、で大阪まで3分短くなると。そうです、もうちょっと短くなる。誰が決めんの3分。やっぱせめてさ30分とかね、はい、外ふわっと思うけど、3分の違いってすごいことなんだろうか。いや、こっちの方としては、うん、すごいねっていうか言う準備ができてるのに、うん、もうやっぱりリニアモーターがすごいね、すごいね、名古屋まで1時間とか。でも3分って言われると大阪まで3分短くなる。何やねん。そうですね、この東京金沢間も劇的ですね。いや、すごいですね、変わります。なんといってもそれよりも3月14日ホワイトデーです。ね、我々はですね、あっこさんにちょうど1ヶ月前、はい、同じくバレンタインデーも土曜日でしたから、はい、ブルガリの賞がつく高級チョコレートをいただきましたんでね、はい、まあ、我々はいやでも本
当にびっくりしました。今朝実を言うと私全くそういうの気にしてないんですよ、お返しって。あ、じゃあホワイトデーということもほとんど意識せず。全くテレビでもあんま気がつかなかったですね。そうですね、もう北陸一色ですから、ホワイトデーどっか行っちゃった。まあ、この間からちょこちょこ言ってるんだけど、まあ一つ言っていい仕事の内容で、来週かな、はい、来週の、再来週かな、再来週に私の音楽っていうので、あのジュジュとコラボしたりするんで、ちょっと歌手モードなんですよ。で、あるテレビ局の、これは言ったらダメなのかな、言っていいのと言っていけないのが、まあ、ジュジュさんのコラボレーションはこれは大丈夫なんだね。だから歌手モード、歌手モード。あるテレビ局だけで、うちのマネージャーはもう分かんないってことはあんまり私と接してないですよ。普通は言ったら M マネージャーは分かりましたよ、こう言ったら OK とか。ちなみに M マネージャーは今のマネージャーで、アコさんが言ってるのは N マネージャーです。あ、 N ですか。話してあかん。明日マラソン走るのは N マネージャーです。 N、 はいはい、いやいや、まあいいや、なんだか、はい、でそういうのがあって、歌手モードなんですよ、いろいろ今月、はい、ゆくゆく言いますけど、はい、皆さんにとっては大したことではないかもわからんけど、まあその中にすごいことも入ってますから。いや、そういうのがあって全然気にしてなくて、で自分で決めてるわけです。今日もこの後終わったらボイストレーニングとかね、でジムでその体幹を教えてくれるってところがあるんで、そこでちょっと体幹っていうのを、それインナーマッスル、インナーマッスルを鍛える、はい、もう歌のためにね、はい、そういうのばっかり考えてるから、何も考えてなかったら朝マネージャーが2人、はい、これ僕らの気持ちですってくれたんですよ。朝どうしたのって言ったら、ホワイトです。おお、そうだそうだ、ありがとうって。袋が可愛かったから、そのままお菓子入れるあのバスケットみたいなのあるんですよ。クッキーとかチョコレートとか飴とか、キャンディーとかおかきとか、そこ入れて、あ、違うんですけどって、もう何も見ないでよ。だもう大好きな私のマネージャーもそういうとこは聞き逃してないなって。ここのとこ夜は家飲みしてて、主婦続けたんですよ、はいはい、で、まあ、純和風の鮭を基本に、純和風にしてちょっと肉入れるとか、ステーキの日とか肉じゃがの日とか決めて、でいいなあ、の出汁は最高やと。あれさえあれば大概の味噌汁はまあみんなびっくりするわなとか言って、まあ、別に言ったっていいんだけど、かやのやさんってあるんですよ、はいはい、もう大好きなの、ここのお出汁、出汁の元が、はい、これも長谷にも関係ないし、うんうん、でその出汁に凝っちゃってて、煮物とか割とそれするんですよ。それをこの2日か3日ぐらい前に、私がここのとこちょっと体重太りすぎ、家飯すると、はい、家飲みすると好きなもんばっかり、そうですね、自分の一番好みの味付けで作るわけですからね。そうそうそう、それで好きなもんばっかりやってるから、結果味見しながら作っててね、はい、で太るなとかって言いながら、わあ嬉しい、でこれはめちゃ嬉しいなって、その缶詰とか入れた時に今日置いてきて、はい、だから日本放送行ってもスタッフみんな考えてると思います、ちょっとお前から言っといてくれと、うちのマネージャーですよ、はいはい、そんなためにやってるのちゃうねんって。私は人の喜ぶ顔は好きだけど、自分はもらうってあんまり慣れてないんですよ。ああ、そうなんですか。だからもうなんか気遣われるのもちょっと嫌だと。嫌だし、それで余計な気遣い、はもうこうやってね、見ても気持ちは嬉しいけど、見てもね、そんな余裕があるような人たちには見えないし、申し訳ないけど。いや、あ、そうですか。あこさんにプレゼント、もちろん我々はお金じゃないよと、はい、アイディアで勝負しようというのは言葉に、最高なのよ、私の好きなもんばっかりなんです、はい、あ、そりゃよかった。お豆腐のお漬物とか、お漬物、野菜のお漬物とかをね、はい、で、サンマのフレーク、鮭のフレーク、あ、はい、そう、サンマのフレーク、鮭じゃありません、サンマのフレーク、はい、ご飯のお供、まあまあ、そういうものはともかくね、そういうとか、ポップが書いたチョコレートだ、ちっちゃい A と、なんかこう、ボックスの、その、アコさんの A ですね、サントリーの響きのこのミニチュア瓶みたいなのとか、こんなん言うとみんな言わなあかんよ、あと言い忘れてるから、あ、いや、でもポップコーンですね。あ、ポップコーン、缶入りのね、貯金箱がこれ、そうそう、ポップコーンです、そうそう、あれで500円食べると100万円貯まるんだよ、それかなと思った。我々の500円貯金の貯金箱にそっくりだもん。本当にね、本当に予期してなかったから。で、まして君にはプリザーブドフラワー、ね、開けると、これ何
ドフラワーと違うんです。開けたプリザーブドフラワー。